プロピルチオウラシルは、チオウラシル誘導体の一つで、甲状腺で産生される、甲状腺ホルモンの量を減少させることにより、甲状腺機能更新症の治療に用いられる。プロピルチオウラシルの重大な副作用として、無下流球症や再生不良性貧血がある。2009年6月、アメリカ食品医薬品局は、プロピルチオウラシル投与後の肝不全と死亡例を含む、 感傷害について警告を発表した。その結果、プロピルチオ・ウラシルは成人及び小児の高校乗船治療の第一選択薬として推奨されなくなった。風雨必須水薬品モデルリストに収載されている。世界保健機関の下部組織による e ア r ク発言性リスク一覧のグループに,に属する。人に対する発言性の限られた証拠。 動物実験での十分な証拠がある。米国では1947年に承認された。日本では1967年8月に承認された。プロピルチオウラシルは、甲状腺ホルモンを合成する、溶化物ペルオキシダーゼを阻害する。溶化物ペルオキシダーゼは、溶化物イオンを要素に参加して、サイログロブリンのチロシン残機を要素化している。この過程は、 甲状腺ホルモンの合成に必須の過程である。プロピルチオウラシルは、露方細胞の側底膜に存在するナトリウム依存性要素輸送体を阻害しない。この輸送体は火塩ンジオお及び、チオシアン酸ジオなどで、競合的に阻害される。プロピルチオウラシルは、デヨジナーゼを阻害し、T4 からより活性の強い T3 への変換を妨げる。 これはチアマゾールがデヨジナーゼを阻害しないことと対照的と言える。蛍光投与されると、血中濃度は1時間以内に最高に達し、甲状線に積極的に集積される。血中では約7割がタンパク質に吸着しており、生理的 PH ではイオン化している。一方でチアマゾールは大部分が有利型で存在する。血中半減期は1時間であり、 甲状腺機能の状態によらない。甲状腺内での濃度の観点から、投与間隔は8時間かそれ以上が良い。排泄は、未変化体が10%未満で、他は肝臓で代謝されて、クルクロン酸方合体となる。プロピルチオウラシルもチアマゾールも胎盤を通過する。患者の個人差があるが、甲状腺機能が正常化するには2から4ヶ月を要する。 添付文書に記載されている重大な副作用は、無下流球症、白血球減少、再生不良性貧血、低プロトロン貧ン血症、第7因子欠乏症、血小板減少、血小板減少,板減少性死半病、激症肝炎、横断、鶴様症状、間質性肺炎、高校中級細胞質抗体関連血管炎、症候群、アナフィラキシー、 薬剤性過敏症症候群であるが、すべて頻度不明である。無化粒球症の症状は、全身倦怠感と発熱を伴うなど、消化管、皮膚の感染である。血小板は、血液の凝固に重要であり、減少すると、出血型を起こす。患者が繰り返し浸頭痛を訴えた場合は、副作用を疑い投与を中止すべきである。命に関わるより、 重大な副作用は突然の重篤な激症肝炎であり、死亡する例や肝移植が必要となる例もある。発生率は最大で11万程度である。無加粒急症が治療開始後3ヶ月以内に起こることが多いのに対し、激症肝炎は治療中何時でも発生しうる。添付文書に記載される他の副作用は AST 上昇、ALT 上昇、脱毛、 色素沈着、爽快油管、後半、悪心、嘔吐、下痢、食欲不振、頭痛、めまい、末梢神経異常、発疹、人魔神、発熱、C.K. 上昇、小村帰り、筋肉痛、腱たる管、リンパ節主張、関節痛、大気腺肥大、不臭、味覚異常等であるが、どれも頻度不明である。プロピルチオウラシルは、 胎児危険度分類の D に分類されている。D は、人胎児への明確な危険がある薬剤である。妊婦の命に関わり投与の利益が胎児への危険性を上回る場合にのみ投与すべきである。プロピルチオウラシルは、妊娠第1期の妊婦、または妊娠最初期の女性においてのみ、チアマゾールより良いとされる。胎児の重要な器官形成期において、チアマゾールが、 再帰形性を引き起こすからである。妊娠第2期及び第3期では、チアマゾールの帰形リスクは減少するので、プロピルチオウラシルの母体への干渉外リスクを考慮すると、チアマゾールの方が推奨される。プロピルチオウラシルを妊娠末期に服用すると、携帯湾的に胎児に、軽度の甲状腺機能低下症が発生する。これは通常、治療せずとも数日間で消失する。 甲状腺機能低下状態は新生児の甲状腺腫として見られ、この脳下水体からの甲状腺刺激ホルモンを増加させる。この甲状腺腫は報告の約12%に見られる。ありがとうございます。